豊前市の小学校で1泊2日の防災キャンプが行われました。その様子を取材しています。防災を楽しく学ぼう。あら、ちょっとどうされたんですか。子供たちの楽しそうな声が響いてます。こちら校庭には何台もの消防車がずらっと止まっています。珍しい光景に子供たちも楽しそうですね。こちら豊前市にある宇野島小学校では防災を楽しみながら学ぶ1泊2日の防災キャンプが行われました。参加したのは5年生のみんなです。楽しい。あ、楽しい。最初の方がきつくない。ガチで重いじゃんこれ。最初の方がきつくない。子供たちも大興奮な様子。もちろん防災は火災だけではありません。宇野島小学校の特徴はですね、海にかなり近いということ。そう、宇野島小学校は周防灘に面していて、津波などによる被害が懸念される地域。そこで災害を自分ごととして考える授業も開催されました。講師は日頃から学校などの防災に力を入れている日本赤十字社、そして KBC の解説員も参加させてもらいました。みんな一斉に何か取り出しましたね。真剣な目で見入っています。みんなが見ていたのは豊前市のハザードマップです。豊前市の人が呼びかけたら早めに避難するようにしてください。全然知りませんでした。親友とか家族とかがいるので一緒に逃げたいです。そして避難所で役立つグッズの作り方も。新聞紙を折って作る即席スリッパ、これで割れ物などによる足の怪我を防ぐことができます。違和感はそんなにない。気をつけてね、はい。またお風呂に入るのが難しい避難所生活で活躍するホットタオルも。紙コップ半分以下のお湯をかけて揉めば完成です。ちょうどいいです。お湯がすごい少ない量でこんなに熱くできるからすごい。そして頭と体をたくさん動かした後は、今日夜ご飯何にしよう。カレー。楽しみです。と言っても普段食べる給食のカレーではありません。実際に避難所で配られている防災食です。初めての防災食、そのお味は？大変。美味しい？意外と美味しかったから、災害が起こった時もこれを覚えておいて食べたいです。おー、完璧じゃん。量は足りません。災害時満足いく食事が難しいのも立派な学び。夕食を食べ終えるとすっかり夜に。すると、まずい。今回の一大イベント、校内に設置されたたくさんの防災クイズを解きながら避難所の体育館を目指す謎解きゲームです。これ、何が入ってる？ A、 B やろ。 B やろ。だってわざわざ危ない方に行かんでさ、遠回りしてさ、安全な方行った方がいいよ。なんで？そっちの方がさ、命が助かる。うん、確かにね。 B か。B。 うん、俺は B と思う。じゃあさえちゃん信じるけ。意見出し合いながら勉強しながら学んでますね。楽しく防災を学んだらそろそろ寝る時間。ちなみに今日の寝床は車中泊用のマットです。いつもと違う感じですんごい楽しかったです。家族とかお姉ちゃんに言いたいです。体験だからまだ楽しくけど、実際にこういうことがあったらやっぱり怖いんだろうなとか思って、だからこういう練習が大事なんだなって思って。